私たちは手をつないでどこへも行ける。今回はゆるい感じのロックからマジカルなドリーミーな感じから結構こうがっつりと激しいロックまで入っていて、今の私たちの求めるその理想郷を作ったっていう感じのイメージがありまして、まあ、まずこのサルベーションマウンテンっていうところで、アルバムを撮りたい、撮影したいっていうのが 2,3 年ぐらい前からの私の目標だったので、そこに近い LA という場所で一緒にレコーディングができたらいいなってまずは考えていて、 LA のあたりにいるミュージシャン誰だろうってこう探した時に、もう本当に私たちが大好きなザ・ブラッキーズっていうバンドのエンジニアと、あとは今ジャック・ホワイトの後ろで叩いてるカーラと、ラカンダーズとかデッドウェザーでベースを弾いてるジャックとが LA のあたりにいると、で一緒にやってもらえるってことになったので、乾いた音の違いっていうものを知ることができたなっていうのと、あとやっぱ私たち2人だけなんでメンバーが、それがめちゃくちゃラッキーだったなって思っていて、私たちの場合もメンバー半分が全く違う人になるので、いつもとは本当にこう私たちが聞いてきたあの人たちのサウンドがその自分の半分になって曲を作ることができるっていうのはめちゃくちゃ濃厚で、本当に聞いてるところ見てるところ考え方とかが全然違うんで、違くていいんだっていうのを分かってはいたことですけど、やっぱりこうしっかり自分の体で体感するのがそういうところが大きかったかなと思うし、ここにいっぱいあるこのクリーピーフィンガーズっていうブランドのやつはですね、さっき松尾さんも1個使ったんですけど、すごいいい感じで日本じゃ全く入ってきてないブランドですね。思ってたよりもみんな真剣に良くしようって考えて、あの意見を出してくれたのがびっくりで、それは本当に嬉しかったですし、やっぱりこう日本人ってすごい几帳面じゃないですか。几帳面で真面目だけど、なんかこっちのミュージシャンやそのスタジオの人たちはなんて言うんだろう、日本人から見たら一見ルーズな部分もあるけど、ちゃんと良くするとか、だから頑張ろうってするベクトルが全然違うけど、すごいストイックなプロな人だなっていうのはすごい思います。ドラムベースって違いが大きいので、こっちでしか取れないリズム感とすごい自由な音楽するプレイで、本当にいい音が取れたのと思います。すごい楽しかったです。憧れの大好きな人たちと取れて最高に幸せです。